6月18日の双子座の新月に向けて意識すること。6月18日は双子座で起こる新月になります。今回の双子座の新月は、この6月に起こる双子座の新月は2023年の下半期へのターニングポイントとなる新月となります。まずこの双子座のテーマは、豊かなコミュニケーションと情報収集力が高く、そして12星座の中でチャンスを見極めるのが一番得意というのがこの双子座のテーマになっています。そこでこの双子座のテーマをもとに意識したいポイントを3つ紹介いたします。今日から意識してみてくださいね。1つ目は、積極的にいろいろな人と会って関わっていきコミュニケーションをとる。2つ目は、インターネットや SNS をチェックして情報収集をする。3つ目は、これはと思ったこと、チャンスだなと思ったことなどはためらわず積極的に行動を起こすようにするということです。また今回の新月のタイミングで水星が地球と月に急接近をしてきます。水星は別名ほうき星とも呼ばれていて、スピード感のある星なので、この時期は物事のスピードも通常よりも加速していきます。そのためこの時期は仕事などの作業スピードも上げていくということを意識していくのもおすすめです。さらに開運するポイントとして、ちょっとした出会いや縁を大事にする、人の手助けをする、舞い込んできた話を断らないようにするなどということも心がけるということも意識してみてくださいね。まもなく訪れる双子座新月のパワーをぜひ最大限に活用していきましょう。双子座新月は情報収集力とコミュニケーション能力を上げて運気上げ上げでいきましょう。